行きです。次は中村お出口は右側です。The next station is Nakaunawa, JA22. The doors on the right side will open.こんにちは、トヨです。ただいま埼京線中浦和駅に来ております。この駅も北戸田には及ばないんですけれども、高高架駅となっております。意味はですね、高架の上に高架が立っている駅です。イメージを見せるためにその証拠を見せたいと思います。今僕が映している武蔵野貨物船でしょうか、それが高架になっていて、それを埼京線の線路が高架でまたいでおります。今から降りたいと思います。では一回一旦降りたいと思います。一回に出るのに時間がかかるという、この駅も北戸田駅同様に時間帯にとっては無人駅になります。空いているのは多分平日の朝ラッシュの時だけでしょう。この駅から下に行くにはさらに下の階段を降りる必要がありますね。では降りてみましょう。さっきまで改札を降りてきたんですが、改札からもこの階段を降りる必要がやっぱりありました。僕はこの通りをたまに、年に行くか行かないかの感覚かな、サイクリングで行くんですけど、この中浦和駅が高いという自覚は正直言ってありませんでした。今僕が撮っているのは浦和方面、この先は北越谷に行った気がします。その途中に有料の橋があるんですね。463もバイパスですけど、このさらにバイパスができた、そこが有料の橋を渡ります。これが下から撮った中浦和駅の高架です。今映している建物の上が2階であれば、そこに高架の、コンクリートの
ものがあればいいんですけど、それより高いので高効果であることが分かります。正面にある線路が貨物線で、この中浦和駅が高効果になった原因となる、厄介な路線ですね。真ん中の高架は貨物線、その上の高架は東北上越新幹線、埼京線ですね。埼京線はね、東北支線って言うんですよ。それと埼京線っていう正式な路線名はないんです。てなわけで駅に戻りたいと思います。この駅は北戸田や武蔵浦和駅みたいにチャレンジっていうのはないみたいですね。以上が高井高架駅中浦和の探訪動画でした。ご視聴ありがとうございました。